うめえ。おはようございます。大竹でございます。ちょっと先日ですね、ダイソーでね、100均ですっごい可愛らしい鍋を見つけたんですよ。ちょっと、わかりますかね？ちょっとこれ、この感じ。はい。この感じ。で、これでね、ちょっと今日火鍋作っていこうかなというふうに思ってます。これすごいですね。ダイソーでも、なんでも、買えちゃう時代ですね。あ、これ700円なんですけどね。はい。買う際は、ご注意ください。700円、500円、1000円のなんか大きさで違いましたんで。じゃあちょっと作っていきます。今回使っていくのはこのダイソーの鍋でして、まあ、基本的にね、火鍋ってイメージするとこの白湯スープとマーラースープ、まあ、2種類のスープが入ったものを連想するかと思うんですけれども、確かにね、これ味が違ってね、食べてて美味しいんですけれども、食べ進めていくと結局何食ってるか分かんなくなってくるんですよね、はい、なんで、まあ、火鍋って言われたら赤い方だと思うんでこっちを作っていきます。でこれ中国の重慶市のね、本場の火鍋なんですけども、こちらでもね、やっぱ赤い鍋がまあ主流らしいですね。これめちゃくちゃ辛そうですよね。ここまで今回は辛そうにしないのでね、まあ、皆さん食べれるかなと思います。はい、それでは作っていきましょう。で今回ですね、スープの作り方だけです。で具材はね、好きなものを皆さん入れていただければなというふうに思ってます。はい、でこれが基本のスパイスたちになります。唐辛子10本からお好みの量ですね。あと花椒ですね、これは小さじ1、まあ、お好みですね。これは辛さ、しびれ、もうそれぞれ好きな量を入れていただければいいかなと思います。これがマーとラーですね。ちょっと逆なんですけども、はい。で続いて、豆板醤ですね、これもね、発酵してる豆板醤とかじゃなくて、普通の四川豆板醤使っていただくといいかなと思います。こっちの方がね、キレがあっていいです。続いてこちら豆豉と呼ばれる調味料なんですけれども、まあ、これあんま聞きなじみないかもしれないんですが、これ黒豆を発酵させているものになって、これを入れるとね、コクが出て美味しいです。まあ、見た目完全に鼻くそなんですけれども、このままね、使ってしまうと口の中に飛び込んできた時にしょっぱくでわってなっちゃうんで、細かく刻んで使っていくようにしてください。まあ、普通に業務スーパーとかに売られてます。その後ね、おろしニンニクですね、これはおろしニンニク、まあチューブのものでも大丈夫です。なるべく生の方おろした方がいいですけれども。そしたら豆豉はね、こんな感じでザク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 刻んであげてください。もうね、ちょっとねっとりしててやりづらいかと思うんですけど、細かくねしてあげてください。こうです。はい、 OK です。そしたらね、先ほどの皿の上にまとめておきましょう。はい、で続いてスープなんですけれども、やっぱスープを炊くっていうのは大変なので水から取っていきます。で今回ね、中華スープの素を使っていきます。でこれだけではちょっとダメなので、醤油、塩、酒、砂糖で味の方を整えていきます。で概要欄の方にね、調味料の方を載せておきます。でこれ一味唐辛子ですね、まあ、ちょっとここでも辛さを追加していくんですけれども、これね、辛いのが好きな方はね、今小さじで入れてるんですけど、大さじに切り替えてください。これ黒胡椒ですね、これも同様です。辛いのが好きな人はいっぱい入れてください。はい、そしたら粉もんが多いのでね、よく混ぜ合わせてください。これでベースのスープが完成でございます。なんですけれどもね、ちょっとこのままだと弱いというか、まあ、当然ね、軽いんですよね。なので今回は背脂、豚の背脂ですね、入れていきます。はい、これスーパーとかにはね、なかなかやっぱ売ってないんで、精肉店とかでね、買うことができるんで、電話してね、聞くといいと思います。背脂欲しいんだけどっていうことでね、ついでにミンチにしてっていうことで伝えておくと、多分100円ぐらいで買えるかなって思います。はい、でこれ入れるとやっぱガツンときますね、やっぱこの動物の油を入れることで。でまたはね、ラードとか背脂、牛脂ですね、スーパーとかに置いてあるものを使っていただいてもいいです。はい、続いてね、スープに入れる薬味ですね。これ皮を剥いた生姜なんですけれども、こちらをですね、細切りにしていってください。まあ、ちょっと手を切らないように気をつけて細くしていってください。まあ針生姜みたいな感じですよね。はい、でこんな感じでね、細くしてあげてください。これで OK です。続いてネギですね。ネギはね、青い部分まで、まあ、使ってもいいかなと思います。はい、大体5センチぐらいの間隔で切り揃えていきます。まあ、これは薬味兼具材みたいな状態ですね。はい、こんな感じで取り分けておきましょう。で続いて香辛料ですね。まあ、ちょっと見慣れないものばっかりだと思うんですけれども、これ揃えてあげるともうほぼ店クオリティになるかなと思いますね。はい、まあ、ちょっと簡単に説明しますね。でこれがまあ夏目ですね。まあ、リンゴみたいな風味で、まあ、消化器官とかね、不眠症とかに効いたりするっていう効能を持ってますね。はい、で続いて隣にあるのがね、朝天唐辛子っていう、まあ、鷹の爪とはね、また香りがね、ちょっと異なって匂いがまあすごいですね。で香りは辛さそんな強くないですね、これはね。でその隣が松の実になってます。でこれ代謝を上げてね、脂肪燃焼効果とか美容効果が高いっていう風なものになってますね。
で最後ね、これクコの実ですね。これあの杏仁豆腐とかに乗ってるやつなんですけれども、これ滋養強壮とかね、あの免疫力向上とか美肌効果とかになりますね。本当美容効果が高い鍋ですよね、火鍋ってね。はい、まあ、ご覧の通りね、もう本当美味しく健康にいい鍋だぜっていうことで、まあ、昔からね、あの中国とかでは食われてたみたいですね。でもまあ皆さんね、いやこんなに集められるかってまあ思うと思うんですけれども、まあ、そういう時はね、あのこういうご興奮とかであの代用していただくのも、まあ、すごくね香りが出て美味しくなるかなというふうに思いますので、はい、材料のおさらいですね。でこれがですね、鷹の爪と花椒ですね。はい、で先ほどのね、あのよく刻んだ豆豉と豆板醤とニンニク、あとねネギと生姜、あと先ほどのね、あのよくわかんねえやつらみたいな感じですね。だと基本のスープと、あとこちらがね背脂になります。はい、本当にスープの材料はこちらのみになっております。はい、でそこにね、あのカセットコンロ、いいですよねこれ。もう古から続くボロボロのカセットコンロですよね。まあこれも味ですからね、やっぱこういうのを使ってあげるとより美味しく感じるかなというふうに思ったり思わなかったりします。で高校の中ではね、あの調理しないです。これステンレスなんで、もうほんとすぐ焦げついちゃうのでね、はい、ここに入れておくのは先ほどの香辛料と薬味だけですね。はい、その他はね、あのフライパンの方で、仕込んでいきます。はい、鍋の方を用意しておきましょう。で鉄鍋を使う方はね、よく鍋を鳴らしてから使うようにしてください。あのテフロン鍋の場合はね、あのいらないです。はい、そしたらよく油をなじませておきましょう。で火力はですね、ほんと弱です。弱火で大丈夫ですね。そこにね、あの大さじ4ほどの油を入れていきます。でこれちょっと多いんじゃねって思うかもしれないんですけど、この油にですね香りを全部巻き込んでスープ仕上げますぜって感じなので、これは大切ですね。そしたら鷹の爪と花椒を入れていきます。でこれ前のちょっと動画でもやったんですけれども、もうちょっとこれゆっくりゆっくり火を通してあげないと、この香辛料たちはねもうすぐ焦げちゃうのでね、ゆっくり匂いを抽出しているような感じでやってください。で唐辛子だんだん色変わってくるのでね、あの香ばしい香りも立ってくるので、そこを目安にしていただくといいかなと思います。だいたい色はこれぐらいですね。そこに豆板醤の方を入れていきます。でこれ温度がかなり上がってるとですね、あのバチバチっと跳ねちゃうので、あの気をつけてください。で本当にね、豆板醤入れた瞬間からすっごいいい香りがあの広がるかなというふうに思いますんで、よーく混ぜて炒めてあげてください。そしたら豆豉の方もねすぐに入れちゃって大丈夫です。で豆豉もよーくよーくあの油の方で炒めるようにしてください。もう本当にね、あの、まあ、お家ではなかなか嗅げない匂いが出てくるかなと思います。はい、で普通のテフロン鍋、普通の鍋使う方はなんとかね鍋を傾けてしっかりと油で炒めるようにあの維持してあげるといいですね。で続いてね、こちらニンニクです。こちらの方も入れてあげてください。で全部バーッと入れてあげましょう。でニンニクを入れるとですね、またさらにね、あの香りが変わってきますんで、あの本当に食欲をあのそそるような匂いになってきますので、しっかりとこれも炒めてあげてください。で大体香りで判断してね、続いての材料を入れるような感じにしてあげるといいです。お、匂い出てきたなって時に入れてあげてください。はい、続いて背脂です。背脂はですね、あの煮込んでる間に旨味も入って火も通っていくので、ここはしっかりと別に炒めなくても大丈夫ですね。軽くあの溶かすような、溶かすというかバラすような感じで炒めてあげるといいです。そこに先ほどのね、あの合わせたスープを入れて、で強火に切り替えてこちらのスープをね沸かしていきましょう。でここでですね、あの味やあの辛さっていうのを整えていただければなと思いますね。ちょっとこの辛さじゃ物足りねえぜっていう人はね、ここでバン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 一味唐辛子とか胡椒とかを入れてあげるといいかなと思います。で一旦沸騰したらですね、ちょっと火を弱めてあげてください。するとね、上にこんな感じで油が浮いてきます。これぐらいになったらね、あの先ほどの100均の鍋に移していきましょう。はい、いいですね。で一旦火をつけて、だいたい中火ぐらいに火を落としていきます。はい、でこの状態ではね、この香辛料と薬味まだ火が通ってなくてね、あの香りが出てこないので、しっかりとネギに火が入るぐらいですね、ちょっとくたっとなるぐらいまでよくね、あの茹でてください。茹でるというか、あの火を入れてください。その間にですね、漬けだれの方を作っていきたいと思います。結構火鍋ってもうめっちゃいろんなね、あの漬けだれがあるんですけれども、まあ、今回はベーシックなごまだれと、あとニンニクだれの方を紹介していきます。まあ、概要欄の方にね、あの内容の方載せておきますけれども、もうその他にもですね、あのポン酢とかでも全然うまく食べれます。
大体ね、ごま油とポン酢だけでも、まあ、めっちゃうまいと思いますね。はい、続いてね、あのごまだれの方ですね。これまあチマジャンなんですけれども、まあ、あんま持ってる方どうなんだろう、いるのかな。チマジャンにごま油入れて、そこに酢と、醤油ですね。はい、でこれもですね、まあ整えていただくのは本当にお好みなので、めっちゃカスタムしてもいいですし、もう本当お好みのタレを作っていただければなと思います。はい、今回はこの2種類のタレで、食べていこうかなと思います。はい、でこのタレをね仕込んでいる間にようやくね火が通ってくるかなと思うので、これで食べ頃かと思います。はい、いい感じですね。だいたい火力は中よりやや弱いぐらいで、食べていくのがベターですね。さあそれでは食べていきたいと思います。あっさっさっさっ、ですね、入りきらないので今日はあのこのまま食うというスタイルでお見せしようかなと思います。で僕今日スープの作り方しかね載せてなかったんですけど、具はね本当何でもいいです。好きなもの何でも入れてもらえればなというふうに思いますね。今日用意した具はこれです。おすすめはねこれもつ、もつめっちゃうまいです。もつにめっちゃ合いますね。ほんで葉物系の野菜、葉物系の野菜はめっちゃうまいです。あとキノコね、キノコとキノコはうまいですから、キノコ何でもうまいです。はい、あとこれバラ肉ね、バラ肉です。はい、で食べ方は基本もうほんとしゃぶしゃぶですね。しゃぶしゃぶ肉を入れてしゃぶしゃぶしていただきます。しゃぶしゃぶしてる間にちょっとスープを、おはい、これも本当にあったまるし美味しいですね。米との相性抜群ですね。もう本当にうまいです。もう一人で張り切ってね、あの食べ過ぎてしまってですね、あの最後ありがとうございましたみたいなの言えなかったんで、今日はここで切りたいかなっていうふうに思ってます。まあ、この動画が良かったらチャンネル登録とかもお願いします。であとちょっと BGM をね、実は変えておりまして、ちょっと調子こいたような動画になったんですけれども、これどう思いますかね。ちょっと良くないなっていう方はコメントして教えてください。じゃあさよなら、そういうことでバイバイ。